上妙のものの匂いがするな。歯ですか。最後にケルベロスと踊って生き延びたのはヘラクレスだった。だがその強靭な男でさえもアテナとヘルメスの手駒に過ぎない。さあ明かせ、お前を動かしているのは誰だ。我が獣の死を望んだのは一体どの神だ。神など関係ない。私と私の槍の力だ。では神々の助けがあったということだな。お前が誰かは分かっている。何をしたかもな。お前は私に借りがあると言ってもいいだろう。守りてよ。好きでやったわけじゃない。だが結果は結果だ。何が望みだ。お前のおかげでこの地はこれまでになく混乱している。ケルベロスがいなくなった今、死者が生きる者の世界へ渡ることを阻止できる者は何もない。他の犬を探せばいい。お前が探してくるんだ。はあ、飛んだ集大を見せたな。どうにも激しやすい家系なのだ。やったのはお前だ。お前が解決するのが筋というものだろう。わかった。ならこの辺りで頭がいくつかある怪物のいる場所を教えてくれ。守りてよ。ことはそう単純ではない。ここには4つの門がある。そのすべてを守っていた一匹の守護者の代わりに四人の守護者を探さねばならない。一つの門につき一人が必要だ。冥府は王や英雄や伝説的な存在で溢れている。皆迷いここにいる意味を探している。お前がそれを与えるのだ。ケルベロスの代わりか。どんなものを探せばいいんだ。ただの人間には無理だが、聖者にとって不滅の存在であれば不遜なものに恐怖を与えられる。伝説的な存在。それを4人探せ。でその守護者を見つけなかったら。聖者の世界と死者の領域の境界線がなくなり、タルタロスに幽閉されていた凶悪な怪物が辺りをうろつくようになる。上妙の者の魂は永遠にさまよい。そして私はお前に激しい怒りを抱くだろう。この杖の使い方を教えてくれ。それが条件。ああ、守り手の試練だな。話は聞いているぞ。お前がそのつまらんちっぽけな棒のためなら何でもするという話をな。いいか、つまらんちっぽけな棒は。私森のカロンのもとへ行け。物事をあるべき姿に戻せたなら、お前が運命を全うするのに手を貸そう。ああ、分かっただろう。どこもこんな調子だ。早く行くがいい。ああ、急ごう。お前の旅が成功するか否かで弟と賭けをしていてな。私を失望させるな。二度も借りは作りたくなかろう。
今日はどうだった？ああ、三つの頭を持つ野獣を殺してハデスに怒鳴りつけられて、冥府の渡し森に会いに向かってるところさ。あんたは？あんたが渡し森か。多忙な渡し森だ。門の守護者が消えたせいで腐りかけの新参者が増えて大わらわだ。お前さんが教会に開いた穴を塞ぎに来た神の使いじゃない限り何もしてやる気はないね。まさにハデスに言われてここに来たんだ。お前みたいなピカピカの聖者が冥府の神に借りでも作ったか。まあそのケルベロスを殺したのは私だ。ああ、ハデスのデカ犬が死んで冥府中に亀裂が生じてる。おかげで俺の客がタルタロスの囚人や小さな犬どもに襲われてるんだ。聞いてくれ、亀裂を塞ぐために4人の門の守護者を見つけなきゃならない。ハデスはまずあんたの元へ行けと。信じられん。ハデスは死者にしか解決できない問題を聖者に任せる気か。死者にしか解決できないか。確かに奴らと戦った時自分がやけに弱いと感じたな。最後にハデスのために戦った聖者は特別な鎧を身につけてた。引きちぎられたがな。その鎧はこの領域中に散らばってる。
母さんは私の進む道は厳しいものになると言ってたが、まさかここまでとは。鎧の4つの部位を集めるには復讐心に燃えた戦士たちと戦わねばならん。5番目の小手は未だ行方不明だ。まあなんとかなるさ。その鎧というのは特別製なのか？タルタロスに落ちた聖堂の金床で鍛えられたものだ。こいつがあればお前のような聖者でも見えないものを見て行けない場所へ行ける。ハデスめ、私に黙ってたな。エリ好みするからな。囚人とはどんな奴らだ？冥府の最も凶悪な罪人はタルタロスの監獄に収監されるんだ。そいつらが大勢亀裂を通って逃げたもんだから、俺のような熱心で勤勉な働き者が迷惑してるってわけよ。あんたの言う小さな犬ってのは正確には何のことだ？ハデスの猟犬だよ。自らの行いのためスティクスを渡れなかった迷える魂を追いかけて食らう不快でちっぽけな怪物さ。ここをあるべき姿に戻そう。仕事はわかるな。鎧を回収し、行かれる戦士を倒し、4人の守護者を見つける。ああ。ここへは来たばかりのようだから、いくつか助言してやろう。不毛の池と終わりなき戦場、それにハデスの宮殿、このどれかから始めるといい。もし時間に余裕があるようなら俺からも少し頼みがある。